皆さんこんにちは。レアルステイト金沢店の阿部です。今日も動画をご覧くださりありがとうございます。最近ですね、私自身もちょっと感じていて、皆さんからもよくお話をいただくことが多かったあることについて今日はご紹介をしたいと思うんですけれども、そのあることというのは、こちらです。でエアコンのリモコンなんですけど、皆さん最近寝るときはエアコンをつけてお休みになってる方がほとんどだと思うんですけれど、エアコンをつけないと暑くて寝苦しくて寝れないし、でもエアコンをつけて寝ると朝起きた時なんだかだるい感じがして、疲れが取れない感じがするし、体も重いしっていうことで、なかなかボディのお客様だと体重が落ちにくくなってしまったりとか、フェイシャルのお客様でも肩こりがなかなか良くならないっていう方とかもいらっしゃいまして、エアコンってすごくこう便利なんですけど、使い方を一歩間違えてしまうと体を疲れさせてしまう原因になってしまうので、今日はこの夏の正しいエアコンとのお付き合いの仕方や、今体の不調がなかなか改善しないなと悩みの方は、なぜそれが体で起こっているのかということをお話ししていきたいと思います。まずですね、エアコンを使った方がいいのか使わない方がいいのかということに関してなんですけど、最近はもう35度とか37度とか、もうなんか日本列島が真っ赤っかみたいな感じになってしまっていて、もうこんな状態でエアコンかけなかったら本当にそれこそちょっと具合が悪くなってしまうので、エアコンは使った方がいいっていうのが正解です。昔はやっぱりエアコン使わない方がいいっていう考え方に近くて、私の実家もそうだったので、私もエアコンって体に良くないっていうイメージがあったんですけど、最近はもうそんなことを言ってられなくなったので、エアコンはぜひかけていただきたいと思います。で、エアコンをかけるっていうことなんですけど、ここで一つこれだけは、扇風機をご使用の方も絶対に気をつけていただきたいのは、直接風を浴びないっていうことです。私たちの体に風が直接こう当たる、皮膚で風を感じるような状態だと、1時間風に当たってるだけで体の表面の温度は1度下がってしまうと言われていて、この体の表面の温度が下がることによって肩こりだったり筋肉の硬直だったりとか、表面の血流が悪くなってしまうので冷え症の原因になってしまったり、結局朝起きた時に体がガチガチに硬くなっていて疲れが取れないっていう状態になってしまうので、風を浴び続けると人間の体って疲労してしまうということなんですけど、直風をなるべく浴びないように気をつけてあげてください。そして温度なんですけど、寝る前の1時間はなるべくその温度を25度と少し涼しめに設定していただいて、で寝ている間、寝る前に直前に27、8度に変えていただくというのが体にとっては良いそうです。なぜかというと、体の温度、体温がすごく日中お仕事とかをして上がっている状態から、こう体温が高い状態だと人間って熟睡できないらしくって、そこからこうぐーっと体温が下がることによって眠気っていうのがこう脳から分泌されるので、なので寝る直前はちょっと気温を、空気を下げて、で眠気を誘発してあげるっていう効果もあったりするんですけど、その後寝ている間というのはなるべくやっぱり冷えすぎると、先ほどお伝えしたように体の不調につながってしまうので、27、8度で直風浴びないように設定していただくのがいいと思います。お住まいの地域とか、お家の建物の壁の状態によっても違うと思うので、そこはご自身でも調節をしていただければと思うんですけれども、目安としてはそのくらいだとぜひ思っておいてください。そして、寝ている時の服装なんですけど、これが実はとっても大事で、私たちって寝ている時にボディのお客様にはよくお話をするんですけど、寝汗で体温、体重を落としていくっていう
機能があるんですね。もちろんダイエットのために、ね、汗かいてるわけじゃないんですけど、1日の中で夜が一番体重が重い時で、1日食べたもの、消化分解したものとかを便とか尿以外に外に排泄していく方法が汗なんですけど、寝汗って実は寝ている間に人間は1リットル汗をかくって言われてるんですけど、すごく体の排泄機能としては大事なんですね。でこの寝汗というのがエアコンとかの風をこう浴びてるとか、空気が涼しい状態のお部屋にいるとあんまりかかなくなってしまうので、朝起きた時にあれ思ったより体重減ってないなとかっていう方は、このポイントもちょっとチェックしてみていただきたいと思います。この寝汗をかかないとやっぱり排泄が行われないので、むくみだったりとか体が重いって感じる原因になってしまったりするんですけど、この寝汗をかくっていうポイントは、例えばお部屋の空気は27、8度で涼しくしておいていただいて、でご自身は長袖とか長ズボンとか、特に女性は下半身冷えやすいので長ズボンのパジャマを着ていただいたり、あのロングネグリジェみたいな長いワンピースを着ていただいたりして、足を冷やさないこと、これすごく大事になってきます。で足を冷やさないようにお布団に入っていただくことや、あとはちゃんと上掛け布団を、こうタオルケットでも、あの涼しい N クールとかにしてもいいんですけど、やっぱり足しっかりかけておいてあげることがなるべく大事になってきます。ただ私も結構寝てる間に暑くてお布団を蹴っ飛ばしてしまうので、やっぱり自分でもやってみたんですけど、あの長ズボンとかパジャマで足をしっかり覆っておくのが一番いいだろうなと思いました。上半身はなるべくできたらでいいんですけれど、下半身は特に女性はすごく大事なので、ぜひ下半身長めのパジャマとかナイトウェアを着てクーラーつけてお休みいただくっていうだけでも、全然体の重さとかあのだるさの残り具合違うと思うので、ぜひやってみてください。あとはあのぜひ暑いんですけれど、やっぱりシャワーとかで済まさずにお風呂に浸かっていただくこと、すごく大事になってきます。やっぱり暑いとこう体もぼーっとしてしまって、あのイライラしたりとか熱がこもってしまったりするんですけど、そういう状態をこうスイッチオフってリラックスさせてくれるのもお風呂だったりするので、あのお風呂の温度はお好みでなんですけど、大体でも夏場だと38度9度ぐらいとかがいいと思うんですけど、でゆっくりとこう使っていただいて、心身ともにリラックスとリフレッシュをしていただければと思いますし、お風呂で体温が体の芯までしっかり上がった状態から涼しいお部屋で過ごすっていうのが眠気を助長するのにはすごく良いので、あのぜひ夜、明日お休みの日とかの前の日はこうやってお風呂に浸かってゆっくり過ごしていただければと思います。あとはぜひ口にする食べ物とかも、あのなるべくお砂糖が多いものとかアイスクリームとか、ジュースとか氷が入ってるものとか、体の中を冷やしてしまったりとか消化吸収に良くないものを避けていただいて、特に夏だとおすすめの食材でいうと海藻類とかわかめとかもずくめかぶとか、ああいうのをあの豆腐とかにかけて食べても美味しいと思いますし、冷やして食べていただくとお腹にとっても喜んでもらえますし、体にとってもすごくビタミンミネラル豊富でいいので、そういうものを摂るようにしてあげてください。今年の夏もしっかり、あの夏ってすごく、しかもこんなに最近異常に暑いと、あの自分の体の状態もダイエットを過度にしてしまうと悪くなってしまいがちなので、付き合い方がこう難しいんですけど、こうやって上手に付き合っていくとしっかり夏も体重を増やさずにダイエットすることできるので、皆さん頑張って今年の夏も自分にとって疲れにくくて痩せやすい体を作っていきましょう。それでは今日も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。またこんなことをしてほしいなとか知りたいなということがあれば、あのコメント欄でもリクエストいただければと思いますのでよろしくお願いします。またツイッターやインスタグラムなどもやっておりますので、インスタグラムには結果写真なども載っておりますので、フォローの方ぜひよろしくお願いします。この動画を気に入っていただけたら、ぜひグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、暑い夏も頑張って乗り切っていきましょう。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。